どうも皆さん、こんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日もオキシゲンノットインクルード続きやっていきたいと思います。早速研究が終わり、バッテリーとジュークボックス、電力制御、これ何？発電機の出力を上昇させてくれる。これから作る石油の電力設備に置いたらいいのかな。まあまずは作業待ちかな。この辺の作業を全部終わらせてくれないと。これ一回全部はしごでもいいのかな。結局上のはしご解体しないといけなくなるから。それで、ここにこれだ。この作る場所だけを。あれ？装飾金アマラカムプラス50度、これで作らないとダメなんじゃない。まずこれを解体してからかな。それで上から順番にはしごを解体しよう。そうしよう。ダイヤモンドも取れてるし。ダイヤモンドってどこに？ないけど。ああ、これだ。何に使うんだろうな。まあいいや、しばらく鉄はここで。でも鉄とか銅ってどうしたらいいんだろう。この辺からコツコツ集めるしかないかな。お、いよいよ開通する。開通したらまず水を通してあげよう。ちょっとこの辺は安定してるし、ところどころ倍速も駆使していきます。ここの鉄拾いに行くの過酷なんだな。これダメだよな。唯一まずいと思うこれ。ここは多分改善されないと思う。あまりこっちに行きたくない。あ、何これ。あー、水が、そっか、溜まってきちゃってるんだ。なるほどね。そうですか。どうしようかな。ここ溢れてきたらまずいよね。汚染水垂れてるけど、上の方だけ吸えば問題ないかな。新しい給油装置作ってこっちから。いやでもここ通すの至難の技だな。何分ヘドロがあるから、ここから直通にしたらでも楽そうだけど。この水吸い上げて、どうしよう、水吸い上げて。いやでも電気系統の石油の水だからなくなったら困るから、やっぱり上から吸い上げよう。この水どうしよう。ここあんまり行きたくないんだよな。すごい行きたくない、ここ。これどうなってるの、水。
71度でしょ。この辺まで行けば冷える？いや、全然冷えてないね。ここに着いて初めて冷える感じか。なんか冷却する装置ってないかな。あ、これだ。なるほど。ということはここに装置を作って、この辺に一回水を溜めてあげて、その水をここの研究設備に送るという手もあることにはある。それでいいのかな、本当に。そうしようか。ここ早めに対応しないと、これはこれでまずそう。結構深めに広く作っておいてもいいかもしれない。これ塩なんだ。塩にはあんまり、なんか調味料で使うかもしれないから、まあ同じぐらいだよね、面積としては。これでここにはしごを作ってあげて、あとはここはまあ採掘徐々にしていくしかないか。そうだね、それが一番いいね。で、熱水を2つに分けよう。 こっちに溜めよう、途中から。で、もし冷えなかったらここに液体クーラーを置いてあげて、そこから液体クーラーでこう通してここに循環させよう。そしたら研究の水も足りるしっていうことだね。研究が終わってるから、とりあえずこれも作ろう。とりあえず電気と人手があるうちに。食料は若干減ってきてる気はする。まだ大丈夫かな。次のガチャが 0.2。 人をもうちょっと増やしてもいいよね。食料が、足りてないのが不安だけど、ちょっと減ってきてるな、急速に。まあ全部は一気にできないからな。コツコツ行くしかないな。あれ、これで汚染、これ掃除してくれないと困るんだけど。ここにどんどん入れてほしい。鉄か。ガチャ、本日のガチャ。あー、これビチビチ湧いたら魚取れるんだよな。もう穴があるけど、多分ここにしか落ちないから、どうしようかな。
何が欲しいか。ピリ辛豆腐12,000カロリー、すごくない？これだね。どう考えても人材は使い物にならないし、これ急いで掃除しようよ。すごいすごい、これすごいよ。これすごすぎだよ正直。これなんで錆とか鉄しまわないんだろう。鉄の材料がないのかな。鉄の格納庫ってないのかな。とりあえず置いといてあげようかな。いいね、素晴らしい。これで一気に開拓も進む。これハッサンが言ってるのがすごい気になるけど、別に他の人がいいんだけど。これ医務室なってない？あ、医務室なってるんだ一応。ドア置いとこうかな一応。なんで天然ガスとか漏れてるんだろう、どうして。ここ、酸素必要なんだけど、この部屋どう考えても。酸素パイプ詰まり、どこで詰まるの？詰まってはいないと思うんだけど。とりあえずここでどうしよう。ここに酸素も送ってあげよう。どんどん鉄が足りない。わ、すごい足りてないな鉄。9.9トン。ちょっと鉄を掘ることも考えないとダメだな。ゴテゴテになるとすぐ積んじゃうからなこのゲーム。サガンの配達が遅い。配達する人も必要だなそろそろ。医療もいて掘る人もいて芸術もいるから士気高いよ。30、アリさんの士気低すぎじゃない。ジョッシュはね、装飾には繊維が必要だから。リード繊維20しかないんだ。あー、ここの装飾も問題かな。10タイルしかできない。1,2,3,4,5,6,7、とりあえず7タイルで装飾少しでも上げよう。あ、そっか、今こっちもやってるから忙しいんだ。まあここも必要だからね絶対に。ここ溢れそう本当に。で、静電鉄が 5.9 トン、もう少し欲しいと思う。
何事も余裕を持って進めたい。ここまで来て手遅れになったらやだ。あれ、どうしたの。輪鉱石がない。輪鉱石って農業でしょ。いや、あるよ。49点。あ、肥料がないんだ。なるほどね。いや、肥料あるけど。とりあえず肥料とここに精製したやつ、鉄、まあまあ大丈夫でしょう。これで全部グリルベリーになってきてる。いいことだと思う。これで空腹の人がいないかちょっと見といた方がいいね。ジョシュアとかってご飯食べれてないけど、休憩足りない？ずらした方がいいのかな。休憩、ジョシュアとか食べれてないんだよね。ちょっとゆとりだけど、人が増えてきてゆとりにしといた方が多分うまく回ると思うんだよね。あんまり良くないのかな。こっちもまだだな。いや、原油これだけじゃ足りないかな。でも電力でどんどん使うからそんなに溜まることはありえないと思うんだよな。とりあえずもこれぐらいにしとかないと、ここが止まったらまた大変なことになるから。残り31でしょ。これぐらいにしとこう。マックスの健康状態が気になるところ。もう少しで。あれ、これ砂岩になってるよね。砂岩だよね。大丈夫。はしごだけ砂岩になってるよね。もうちょっとだ。ここ終わって水つないで、まだかかるな。その間にガチャでいいのが来てくれたら嬉しいと思います。はい、それではちょっと腐敗病がどうにも気になるところですが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。